こんにちは。デザインプラス函館店の辻田です。本日は、メンズアイテムのこちらの T シャツをご紹介していきたいと思います。ブランドさんは、シーグリーン。ビッグワッフルパーカーでももうお馴染みになったシーグリーンから、今回は、フォト T シャツをご紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします。シーグリーンの T シャツなんですけれども、今回は、ミユ深田さんのフォトをプリントした T シャツをご紹介していくんですけれども、まず、ミユ深田さん、写真家でもあるんですけれども、このフォトを撮り始めたきっかけっていうのが、ニューヨークに留学中にガラクタ駅で10ドルでフィルムカメラを購入して写真を撮り始めた、そんな方です。活動をするだけではなくて、写真家でもありながらライターだったり、あとは通訳のお仕事などもされていて、結構多岐にわたりお仕事をされている方、そんな方が撮った写真を外に落とし込んだ、そしてこちらをプリントした T シャツ、そんな思いのある旅だったりとか、そういうところの写真をプリントした T シャツになります。プリント T シャツなんですけれども、ちょっと他と違うプリントがこのバック上のところなんですけれども、ガーゼルパッチ、ガーゼルコナ生地感が縫い付けてあるんですけれども、そちらにプリントを落とし込んでいることによって、ちょっとポコポコっと油絵のようにも見えるんですね。引っ張っていただけますでしょうか。ちょっとポコポコとしているんですね。こんな感じになっております。なので、ちょっとこう、T シャツからは離れてくれるような仕様になっております。ちょっと他にはない T シャツかなというふうにも思います。フロントなんですけれども、ポケット部分にシーグリーンの刺繍が施されたフロントになっております。フロントはもうとってもスッキリしてるんですけれども、かなり後ろに表情がある T シャツです。そして、こちらの T シャツなんですけれども、フォトが3方ご用意させていただいておりまして、こちらはどこかクラシカルなクルマの T シャツ。そして、こちらは、夏をイメージするような、カラフルな、ポップなアイスが、プリントされております。もう一枚は、暑い夏を海辺でバカンスを楽しむ写真がプリントされております。ちょっと微笑ましいかなというプリントが施されております。でこちらのフロントは全て同じ仕様にはなってるんですけれども、こちらの3方でご用意させていただいております。こちらですね。お好みでお好きなプリントを楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思います。では、本日こちらのメンズアイテム、フォト T シャツをご紹介させていただきました。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。